グレートデーンは、大型犬の一犬種。大きな体格と、温和な性格の家庭犬として知られる。優しい巨人、犬の中のアポロン人と言われ、ジャーマンマスティフと呼ばれることもある。アイリッシュルフハウンドに次いで、最も対抗がある犬種であり、最近まで最も背の高い犬として、ギネスブックに掲載されていた。米ペンシルベニア州の集犬である。グレートデーンが、 小ドッグとして求められる体高、体重は各ケネルクラブで異なる。しかしながら、一般的には、最小の体重は45から54キログラム、最小の体高は71から76センチメートルとされる。ほとんどの犬種スタンダードでは、本犬種の最大の体高、体重は指定されないが、大きなオスだと91キログラム以上になる。 2004年8月にはカリフォルニア州グラスバレーのギブソンという名前で体高107センチメートルのグレートデーンが世界で一番体高のある犬としてギネスブックに記載された。ヒモアメリカンケネルクラブでは以下の6色がグレートデーンのスタンダードとして認められている。ヒモのバリエーション左からハールクイン、ブラック、ブリンドル、ブルー フォーンダン耳され立ち耳のグレートデンホワイト、フォーンクイン、マール、マールクイン、フォーンマントなど、その他の色の紐も時折見られるが、ドッグショーでは認められず、そのためブリーダーからは歓迎されない。スタンダード以外のこれらの色は、希少色として売られている場合もあるため、注意が必要である。また、マウスグレーが含まれている場合は、どんな紐であってもショーに出陳することはできない。 男児断耳はアメリカでは一般的だがヨーロッパではあまり実施されていない。イギリス、デンマーク、ドイツ、オーストラリアやニュージーランドの一部の地域などでは健康上やむを得ない場合に獣医師が行う場合を除き断耳は禁止や類は制限されている。断耳は狩猟時に狼やイノシシに耳を噛まれたり引っ掛けられたりするのを防ぐことが そもそもの目的だったが、現在では、小ドッグとして、王公貴族のような威厳に満ちた外観を表すために、断耳されている。断耳しないグレートデーン本来の垂れた耳は、上の写真で見ることができる。大きく堂々たる外観とは異なり、友好的で、しばしば、優しい巨人と呼ばれる。一般に、他の犬、犬以外のペット、野生動物、 見知らぬ人間や子供に対して恩和であるが、飼育者に対して支配的になったり、同じ性別の犬に攻撃的になったりする者も,もいるが、稀である。2020年3月、生後11ヶ月の男児が、飼い犬のグレート・デーン2匹に頭部を噛まれ死亡する、事故が発生している。グレート・デーンは、他の大型犬種と同様に、新陳代謝が遅く。 小型犬に比べ体重あたりのエネルギー消費と、飼料費用が少なく済む。また、他の大型犬種とも共通の健康上の問題がある。苦痛を伴う胃の拡張、ねじれである、異年点は、迅速に処置されないと、致命的な結果をもたらす。過去に、胃拡張を起こした、あるいは近親が胃拡張を起こしたことがある。グレートデーンには、 胃を不可壁に縫い付ける手術であるガスロペキシーが虚勢手術と同程度の頻度で行われているくらいだがもちろん実際に発症しない限りこの手術を行わない獣医師もいる皿の位置を高くして食事させることにより胃拡張の原因となる空気が胃に流入することを防ぐことができると信じている人もいるが逆に危険が増加するという意見もある 食事の前後には運動させないようにすると、危険は減少するかもしれない。いずれにせよ、グレート・デーンが10年以上生きることは滅多にない。本犬種に共通なその他の疾病は股関節、形成不全である。通常、ブリードに使う両親の X 線写真を撮り、正常な股関節を持っていることを確認し、ブリードに適しており健康な子犬が生まれそうかどうかを、判断する。 拡張性心筋症、先天性心疾患、ウォブラー症候群も珍しくない。また、必要十分な栄養ある食事を与えられていない場合、カンジダ症を発病することもあり、カンジダ症が他の感染症の原因となる可能性もある。他に、血糖上の遺伝性疾患も存在し、目や耳筋辺の色がホワイトである場合、それらの器官は、 正常に成長せず、視覚障害、聴覚障害となる可能性が高い。全身ホワイトのグレートデーンは、多くが、聴覚障害である。古代エジプト、古代ギリシア、古代ローマでは、現在のグレート、デーンとよく似た犬が知られていたとする見解がある。他にもグレートデーンが、マスティフや、アイリッシュルフハウンドの血統の中世のイノシシ。 狩猟犬から改良されたとする見解もある。また、マスティフのような犬から改良されたグレート・デーンが、アラン人によって、ドイツにもたらされたとする意見もある。血統は400年以上続いており、ドイツ原産のブレンバイザーが直接の先祖で、現在の血統の40%程度を占めるかも、しれない。他にも絶滅したギリシャ原産のスーリオドッグなどが、荒廃されている。 1800年代ドイツでは、ドイツ・ドッチェと呼ばれていた。グレート・デーンという名前の起源は、18世紀に遡る。フランスのビュフォン・ハク・ジョルジュル・イルクレルは、1749年から、進化に関する大著、一般と個別の博物誌の出版を始めた。彼が進化の例としてこの本に用いた大型の、狩猟犬は、フランスでも、ドイツでもなく、 デンマークで探し出した犬だった。これが最初にルグランド殿はデンマークの大きなマイナスと名付けられた犬である。その後、百科辞典編参者であったウィリアムス・メリーによって、この本が英訳された際に、グレート・デーンの訳語が与えられることになる。それ以来イングランドでは、この犬のことをデンマークの犬と呼ぶようになった。デンマーク王フレデリク4世大冠式の絵に描かれた、 グレート、デーンデンマーク人のジェイコブ・ニコレー・ウィルサが1767年に発表した論文である、フルドステンディグ・ベスクリバルス・ AF ステープル・スタデン、フライダリッシェ、エフター・パレデ・レッジ・アンダーレット・ニンジャー・オー・ジー・エン、アンダース・オー・ネンガーで、デンマーク人が呼んでいた、大きな犬という、この犬に対する名称が20世紀まで続くことになった。1780年に、 ドイツではこの犬のことが大きなデンマークの猟犬として紹介された。ドイツで最初に公開されたのは1863年7月14日から20日で、そのうちの8頭がデンマークの犬、7頭がウルマードゲンと呼ばれ、この時の公開におけるフシーの記録はブレティンオフィシエルデラソシエテケナインデモナコ。 オーガスト1937として正式に公表された。第二次世界大戦中あるいはその直後に、この犬の原産国はデンマークからドイツに変更された。しかしながらフシーは原産国が変更された理由を説明できるだけの記録をすでに持っていないと思われる。ありがとうございます。